お疲れちゃんです。ラットルテ、今回はですね、こちらのデッキをですね、紹介したいと思いますんで、今回はロイヤルホグ30紙になりますんで、このデッキも結構前にこれのロイホグがホグ版で、なんかバルキリーがゴースト版みたいなので、もともとあったテンプレで、今この形のテンプレができてます。ということで、まあ、はい。さっきフルチルやってたら、この、まあ、同じデッキがやっぱいるわけで、負けちゃったんですけど、って感じで結構流行ってるんで、まあ、こちらのデッキをですね、はい、紹介したいなと思います。はいはいはい。で、まあ、基本的に何にでも戦えるデッキかなと思いますね。なんで、いわば極めれば最強みたいな。いや、さすがにないけど、はいはい。まあ、あれですね、このデッキ多いんで、ミラー対決だと勝ち方が結構意外と分かんないんですけど、まあ、基本的には三重士はまあ相手がファイヤーボールをハンターだったり、まあ、ロイホグに打った後に三重士展開をする感じで、それ以外はまあ様子見つつロイホグで攻めていく感じですね。あれ待って、さては相手ゴースト、バルキリーとゴーストが違うだけで同じデッキ説ある。あー、まあこうなるしゃあないな、これはしゃあない。はいはい、これはまあミラー的なやつですね。あのゴーストと、あ、1枚違うだけ、ゴーストとハンターが違うだけで、はいはい、ここはまあ美味しいですね。このバルキリーがロイホグに対して強いから、まあ痛いな、痛い。そうだから相手がバルキリーを裂いたらロイホグが固め出ししていいんですけど、それ以外は基本セパレートの方がいいかなと個人的には思いますね。よいしょ。あ、でも相手ゴーストか。はいはいはい。ここは、まあ、ロイホグが刺さり、このゴーストが、よいしょ。はい、えい、えいと。まあまあまあ、まあまあまあ、はいはい。うわぁ、これはもう、ファイブを打つしかないですね。で、このロイホグに対して意外とファイヤーボールが強いんですよね。でも今ここ僕がファイブ打ったんで、相手は三重子を、後ろからセパレートしてきそう、普通に考えてくると思うんですけど、はいはい、まあそうなりますわね。で、ここはどうするのがいいんだ。左はカードもあるから、はい、これはハンターだけでいい説ありますね。後ろに当ててあげて、ターゲット1体が取ってから後ろに、はい、することないんで、ロイホグセパで、さあこっちにゴースト、あれ、はいはい、今三重士来て、でこれは2体側にバルキリー当てようか、当てようか、いやーこっちか。これはバルキリーとウッドでロイホグがほぼ完封できますね。てかもう完封っすね。で、これはもう攻めチャンスです。で、あーで、今ゴースト咲いたからロイホグワンチャン固めてもよかったっす。けど、美味しい。これ、良くないかもしれない。良くないかもしれんけど、ダメージを入れたい。はい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 。で、ミラー対決だと意外とファイブをどんどん打っていっていい感ありますね。後ろから展開で、ロイホグ来たらバルキリー打っと、なんで、あれをどう処理するかで、いろいろ変わってきます。よいしょ。このマスケット延命。はい。で、左は少々いい。やばい。これは5打って防衛する。よし。これウッドで防衛して。いやー、ミラー対決めっちゃしんどい。けど、まあ、相手がこれゴーストなんで結構やりやすいかなと思いますね。はい。よし。で、後ろから展開で、ロイホグにはしっかり、ファイヤーボールか、あれを当てたい。あの、バルキリーですね。よし。これは相打ちで終わってくれ。じゃないと、こっちにゴースト使え。左にゴースト相手が使え。やばい、そんなタイミングある。いや、全然いい、全然いい、全然いい。さては勝った、さては勝った。いや、待って、やばい。800やばい。
これはしっかり防衛ですね。よいしょ。待って、バルキリー欲しい、バルキリー欲しい、バルキリー欲しい。あ、今相手が決めに来て、今ここにバルキリーもいるから、ここでロイフグ出したら相手は止めれないですね。よいしょ。よいしょ。オーケー。いやー、しんどいな。ミラー対決はめっちゃしんどい。しんどいな。はい。ですけど、まあ、意外とファイボは三重視にこだわらずにどんどん打っていっていい感はありますね。ロイフグとかにも防衛で困ったらっていうのはすぐに思いましたね。はい。とあとはバルキリーがとか、まあ、ゴースト持ってる時にロイフグを固め出ししない方がいいですね。使った後とかに固めて出せば結構ダメージ入ると思うんですけど、ロイフグバルキリーとか、そういうのに結構弱い感じがしますね。逆にバルキリー以外のムートとかその辺に対してはめちゃくちゃ強い。ここウッド打っとかないと、いやまだいいか、まだいいか、これウッド押すけど、やば、なんか相手面白いでき、よいしょよいしょ。いやこれはカウンターで美味しいっすね。これはバルキリーがそのまま前行って、しかもロイホグここでアイゴレ出してロイホグで両サイ攻めが完成です。よいしょ。でここウッドしっかり打って、ここの一発のウッドを打たんでいいやって思う人もいるかもしれないですけど、ここを打つか打たないかだけで全然変わってくるんで、これは、あ待って、メガゴ、やばい、やった、やばい、やった、いろいろやってる、いろいろやってる、いろいろやってる。まあ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 、まあ、相手のデッキ面白いですね。なんかスキラデッキ、ちょっと待って、足がしびれてきた、やばい、はい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 。とでスキラなんで、スキラは三重視がしんどいから、まだ三重視出されてハンター出してこれにポイズンとか使ってくれたら、もう後ろから三重視でセパレートで、またロイホグをセパレートで、はいはい、勝てそう、勝てそうだけど相手はまだ使ってきませんね。いやこれメガゴとエリキにファイボで美味しいまである。よいしょ、はいはいはい、とよいしょ。ここで相手ゴースト裂いたから、でエレキとメガゴの単体系しか攻撃がいないんで、このロイホグが強いと思ったけど、言うてか、ほら、いや、ゴーストが回った、回転が早い、これスキャラ来ます、バルキリーで抑えるんですけど、言うてしんどい、うわー、やばい、めっちゃ入ってる、めっちゃ入ってる。で、ここでロイホグしても墓石あって、防衛されちゃうんで、一回後ろからっすね。はいはい。で、ここで、スケラーしたらうまい。はいはい。で、この2体をゴーストがいたら処理してきます。いや、うめえな。うめえわ。めっちゃうめえ。でも、このゴーストはもう無視で、ここで、バルキリーロイホグで墓石来たところで、まあ、バルキリーもいるんですけど、ウッド打って、よいしょ。はいはいはい、ロイホグが、いやー、そんな刺さんねえ。やばい。やばい。やばい。スケラがいて。でもスケルトンがいい、スケルトンがいい、頑張れ。やばい、めっちゃ痛い。これウッドでマスケ耐えて。耐えてー。いや、全ゼル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 。ファイブ、メガオカエリック来る。おいしょ、待って。ワンチャル、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 いやー、これずるくね、これ絶対ダメージ入るやん。いや、ここで攻めて。ワンチャル、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 ワンチャル。ワンチャン、いや、これはなかなかしんどいな。相手のデッキが面白いですね。墓石ゴースト、レイズメガゴスケラ、
まあこれは新たな発見ということで、こちらのデッキを覚えさせてもらっておきます。いやこれでも勝ちたかったな、勝ちたかったな。もっと三重子出してよかったのかな的な感じではありますね。はいはいはい、とまあ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 ここで勝てばいいいいいい。まあ初手ロイフグとかは基本的になしで、なんで基本まあハンターアイゴレ抑えていく感じですね。まあアイゴレスケルトン打とうかな。ここはバルキリーがあればめっちゃ良かったけど、まあないんで、やばい。はい、えい。で、相手ザッピーに、ファイボに、ロイホグ。ロイホグがまず多い、多いから、バルキリーとかゴーストがめちゃくちゃいい。で、今しかも相手ファイボサイターっすね。これはまあ無視して、三次展開で、これで端前でロイホグセパをやりたいところですね。コストが溜まるかな。あーこれ相手ロイホグ、じゃメガナイトや、メガナイトがあるっすわ。いやーこれ相手のデッキもめちゃくちゃ今増えてる。いやーこれはまあメガナイトにバルキリー咲くしかないっすよね。さあこれ逆サイドか、あーうまい、これしんど、やばくねえから負けたくね、やだやだやだ、いやまだいける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 。はいはいはい、まあダメージ受けてますけど同じ感じですね。1700、1700、1700、1300。はいはい、でここのやりごぶ痛いんでしっかり止めて、でザッピーだからロイホグ出してもいい、でもメガナイト出されるとしんどい。なんで相手がメガナイトある時にはロイホグ出さない方がいいっす。はいはいはい、まあ5を、まあ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 、でこれターゲット取ってマス懸命して、これスケルトンでターゲット取って、これは AT どっちかに絶対来る、いや来ない、いやここで、ああやばい、これさてやばい、これだって止めれんくね俺が。まあ、これウッとして、いやワンチャン全然ある全然ある全然ある全然止めれる全然止めれる。はいはいはい、でここはもうカウンターですね。ねザッピー来るから5構えて、多分ここにザッピー来るんで、やばいやばい、しゃしゃった、なんでなんでなんで出してくれんの。いやでもこれは美味しい、バルキリーとウッドがめっちゃ強い。よしよし、いやー今かい今かい、ザッピーけど全然ある全然ある、まだ参るまだ参る、ここは美味しい、アイゴレで逆サイ釣って、バルキリー早く解けろ早く解けろ、言うてしんどいけど、ここでセパレートして相手はこれ両サイ防衛しないといけない、で左はウッド来る、え左ウッドされないって、あーコウモリか、全然予想が当たらん、全然予想が当たらんけど、惜しい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 、あれこそないでしょ、守れ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 、200いったらダメ200いったらダメ、オッケー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 、まだいけるまだいけるまだいける、これロイフグも固めていい固めていい、はいはい来た、相手こそない、肩肩肩肩肩肩、よいしょ、いやしんどいな、さては。けど、まあ、このデッキ自体が唯一かな。唯一というか、普通にメガナイトが多分一番しんどいんで、まあ、このメガナイトデッキに勝てれば、まあ、このスケラにも負けたんですけど、結構やっていけると思うんで、虫がいる。はいはい。というわけで、今回はこちらの、まあ、ホグ三重子ですね。まあ、結構使いやすいと思うんで、高回転ですし、三次子、
はい、まあ、相手がスペル使ったら出してそれ以外まではまあ他のカードで回していけば結構戦っていけるかなと思います。はい、というわけで今回は結構長くなっちゃいましたね、というわけなんですけども、終わりますよければ、まあ、あとチャンネル登録あともう数十人で5万人なんで、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。ではバイバイ。